はい、こんにちは、スレトルトと申します。ライフイズストレンジビフォーザストーム実況プレイ始めていきたいと思います。前回チャプター1が終わりまして、こっからチャプター2なんですが、もう大変なことになってるよね。最後ね、レイチェルが、お父さんの浮気、お父さんの不倫を知って大暴走して、山火事を起こすってところからなんだね。この山火事が多分バレてるんだと思うんだけど、めっちゃ怒られてる感じのところから始まるんじゃないかな。なのにエピソード2、素晴らしき新世界、素晴らしいって言ってますね。そしてバッテリー残量もございません。まあ、頑張ってやっていきましょう。エピソード2、素晴らしき新世界。ほいっと。バツボタンがさ、決定で丸ボタンがキャンセルなんだよね。これめちゃめちゃ間違えるよね。海外だとバツボタンがさ、なんか丸みたいな感じの扱いらしいんだけど、日本とさ、海外でなんでこんな差が出てんだろうね。めっちゃ間違えてね、これで操作ミスしまくるゲームが結構あると思うんですけど、GTA とかもそうなんだけどね。前回のLife is Strangeでは。まあそんな声にもなるわな。あのファイアウォークが工場でライブするなんて。この頃はイケイケだったわけですよ。教えてやるぞ。で、喧嘩を始めたら、さっさと消えな。レイチェルというね、クラスの人気者が助けてくれたと。成績も下がるし、門限も破るし、どうしちゃったの？で、クロエもグレてますと。仲良くする必要はない。ただ敬意は払え。新しいパパであるデイビッドとうまくもいってないと。どうにかして。ねえ、レイチェルもゲーマーなの。まあ、いろいろね、他のクラスメイトと交流しつつ。これから遠足に出かけない？レイチェルとなぜか驚かないでね、クロエ。お、私いつか消えるかもしれない。レイチェルとお出かけすることになって仲良くなってきたと思ったら、よくやるよな。レイチェルのパパの不倫シーンを見ましたと。男の人を覚えてる、パパだったの。これはやりすぎだよ。これはでもこれはやりすぎ。女の人は私のママじゃなかった。さすがのクロエもこれにはドン引きと、レトルトもドン引きです。レイチェルはいい子ちゃんではなかったとね。あ、やっぱバレてるよね。校長だよこれ、ウェルズ校長。鳥さんも怒ってますよ。君よくもやってくれたね、山火事で僕たちの巣がなくなったんだぞって。あ、これは誰が来てんだ。あ、プライス君、レイチェルとママ、レイチェルのママとパパか。ごめんなさい、ダイナーでの仕事が長引いて、そのすみません。これは罪重いぞ。では始めよう。アンバー君は初めて聞くだろうが。レイチェル、アンバーね。プライス君は知っているな。ブラックウェルの校則は教育と優れた人材を育成する最適な環境を築き上げるためにあり、破られた時は、昨日のことを思い出してみよう。聞けちゃんと。レイチェル・アンバーと一緒に学校をサボって、レイチェルが火事を起こした。その前に二人で街を出ようって約束したんだよな。まあそうだね。聞いているのか、クロエ。あ、何？クロエ、以前君は私と約束をした。覚えているかね？これさ、クロエが火事を起こしたってみんな思ってんじゃないの？だってレイチェルは優等生でしょ？で、クロエは見ての通り劣等生なわけじゃん。そういう展開になってるのかな？トラブルを起こさないこと？何も言わない。覚えてたとしても変わらない。トラブルを起こさないことじゃないかな。でも、あのさ、レイチェルのお父さんもさ、まさか自分のことが関係してるとはまだ思ってないだろうな。トラブルを起こさないこと？トラブルを起こさない？トラブルは副産物でしかない。問題は君の態度だ。君は心を入れ替え模範的な生徒となることを約束した。うっす、したっけ。そして態度が改善されない、あるいはその意思が見られない場合は、君の本校における在籍を見直すと。にもかかわらず退学だ。君は昨日これだけの違反を犯した。反抗的な言葉遣い、
ステージ立ち入り禁止の看板の無視。ええやん、それぐらい。そんなんで退学にはならんよ。違法薬物の使用。はい。容疑だろ。証拠はない。これは裁判ではない。罰を言い渡す場だ。続けてもいいですかな。使ってませんよ、薬。本校の優秀な生徒、ビクトリア・チェイス君の学業を妨害した。チクられてる。それもあんのか。ずるしたのは向こうだ。宿題を移したのはあいつだろ。てか、東洋は校則で禁止されてるはずだ。そう、あっちも罰与えろ。いかにも。では、校則違反に対する罰則の強化について話を続けよう。待ってください。宿題を移されたクロエがなぜ罰を？そうだそうだ。移させたからです。ビクトリアにももちろん注意はします。そんな重いの？ガッチガチだな。東洋については、チェイス君も停学になるところ。なるところ、プレスコット。ネイサン・プレスコット君の証言により撤回しました。そしてそのネイサン・プレスコットのいじめにクロエが関与していたという証言もある。助けてやったよ。助けたんですよ。僕助けたんですよ。いやいや、私は助けてやったんだ。そうそうそう、助けたんです。なるほど、物は言いようだ。いえ、娘がいじめをするなんてありえません。お母さん、言ってやって。私よりドリューと話したら、実際にいじめをやってた本人とさ。そうだそうだ。ドリューノースの件は別途慎重に対処する必要がある。つまりクロエはそうじゃないと。他の生徒の話をすることはできません。今はお宅のお嬢さんの話をしているんです。都合のいい。あれだな、もう厄介払いしたいんだな、校長は。いや、マックスがさ、主人公の時は、まあ、やっぱマックスはある程度いい子で能力あったからさ、言うて優しく校長もね、まあ、校長もまあ悩むところは悩むんだろうけど、してたけど、主人公がクロエとなったらものすごく周りのあたりがきつくてみんな嫌いになるな。ママに弁明する、校長に。まあ、ママに言い訳今はする場じゃないよな。校長に弁明しよう。校長、確かに印象は悪いけど。貴重な意見をどうも。話を続けたいのだが、いいかね。他は私じゃないですよ、はい、さて、その数々の違反行為に関してだが、もういいだろう。もういい？あ、許されたけど。許可なく学校の敷地を出た瞬間、君と登校との関係は終了した。どういうこと？つまり今回が決定打だったわけだ。私に残された選択肢は一つ。君は私のせいです。お、え、何、家事バレてないのか。悪いのは私です。私がクロエを誘ったんです。嫌なことがあったから、うさばらししたくなって。クロエは私を止めました。私みたいになるなって。でも私どうしても。クロエは私がトラブルに巻き込まれないようにってついてきてくれたんです。私を守るために。今の手巻き込んじゃってごめんね。クロエは悪くないのに。じゃあちゃんとかばってはくれるんだな。くれる。許すも何も気にするな。あー、どうだろうな。二人とも生き残るためには気にするななのかな。レイチェルがね、この学校退学になるなんてこと絶対ないと思うから。ああ、うん。いいとこあるんだよ、クロエにも。ありがとう。いつかちゃんと、お詫びするね。お、いい流れになっていくんじゃない？これ。クロエ、本当なの？本当です。真っ赤な嘘だ。マジで女優の才能あるわ。クロエ？どうしよっかな。レイチェルだけをかばうっていう手もあるんだけど、てかそっちもいいんだけど、そんなね、クロエばっかりよね、俺ね、貧乏くじを引かせたくないんだよね。二人で生き残る道。まあ、なんなら、このやっぱレイチェルって最終的にはこの
なんだろう、本編では死んじゃうキャラクターなんですよね。このゲームにおいて最後に姉さんに殺されちゃうキャラクターなんだけど、まあ一応俺の仮目標としてはレイチェル生存で、クロエとデイビッドが仲良くなる、この二つが、まあ変えれるか分かんないけど、うまくいけば最高だなと思ってるんですよね。なのでクロエが学校をクビになったら物語的には本編と同じになっちゃうから、本編と違うように行きたい。確かにそうだ。まあ確かにそうだけど、別に誘拐されたわけじゃない、一緒にやったんだ。レイチェル、今の話が事実なら罰を与えなくてはならん。それでもいいんだね。はい。レイチェル、何か隠してないか。お前のことや。もう一度確認するが、クロエは君を脅したり脅すだって。私はただ、なぜレイチェルのような、言いたいことはよくわかりました。つまり、憶測で喋るんじゃない。うちのことは違うと。はい。一部の生徒を悪いと決めつけて、言ってやって。傍観する。いや、けしかけなくてもいいよ。けしかけるのは違うから、傍観。こんな不当な扱い、学費の援助を受けてるからですか。少し落ち着いてください。差別だよ、差別。この子がこの2年間どんな思いをしてきたか、差別、恥を知っていただきたいわ。プライスさん、これはマスコミに売るしかないな。まだ何か。いいよ。プライスさん、ご意見は尊重しますが、いいですか、お嬢さんの素行に問題があることは事実なんです。その通りです。分かっています。ぐの音の出ない。当然クロエも態度を改めなくてはなりません。長い歩み寄るということで、今回のことはなかったことに。悪い影響を受けていたようですし、もう一度チャンスをくれませんか。一度と言わず三度ぐらいチャンスください。レイチェル、驚いたよ。いや、失望したと言うべきか。分かっています。初犯とはいえ事態は深刻だ。だがひとまず停学にはしないでおこう。うちもお願いします。しかし君は信頼を裏切った。私のアシスタントからは外れてもらう。アシスタント、何だそれ。さらにテンペストの劇に出演することを禁じる。そんな、あー、これはかばわざるいないのか。お前のせいだぞ。あー、なるほど、そうなっちゃうのか。まだかばえんのかな。そうなっちゃうとかばおうかなって思っちゃうな。上演は今夜だぞ。上演は今夜なのに。欠席が多い割に学校行事のことはよく把握しているようだな。そうです。レイ、娘は劇をすごく楽しみにしていたんだ。少し多めに見てくれても。ここは検事局ではない。学校のやり方に口出ししないでいただきたい。例えば検事さんだったな、お父さん。こういった事態のために劇には代役が決められている。君の代役のビクトリア・チェイス。うわ、皮肉なものだ。うん、チェイス君なら立派に務めるだ。なあ、クー、そんなのなんだね、クー。こうなんのか。友達がかわいそうで少し取り乱してるみたいです。クロエの容疑は晴れたようですし。いえ、クロエにも相応の処分が必要です。やべえ、これだとどっちも罰受ける感じになっちゃう。何か言いたいことはあるかね。あ、これ出るんじゃない、ボーンってやつ。出た、ボーンって。レイチェルに話を合わせる。自分の、まあ自分のせいにしてレイチェル劇出させてあげるのが、まあいいシナリオだよな。このなんかトークバトルみたいなやつになるのが多分いいんだと思うんだよね。私のせいで劇に出られないなんてダメだ。この状況をひっくり返すには相当の覚悟が必要だな。これ失敗したら結構でかいことになるからね。バックトークでは相手の言葉をよく聞き、関連した言葉で言い返そう。関連した言葉ね。でも関連した言葉がさ、下に選択肢ないことがあるんだよね。寝言は寝て言えよ。そして、そしてマックスちゃんみたいにやり直せないと。こんなことするわけないだろ。
レイチェル自ら認めた。認めただから、現実を認めろなのかな。うん。だから、それがデタラメなんだって。いきなり不良になるやつなんかいるかよ。そうですよ。言っとくけど、そんな簡単じゃないんだぜ。レイチェルは嘘の白状をしたと？嘘の白状。嘘があるのは嘘だと思うかもしれないけど、嘘と演技。嘘と演技じゃない？やっぱ。演技でやってますと。嘘というより、この子の演技に騙されてんだよ。しかし、ここまで見事に引っかかるとはね。かばおうとしないで、いいの。本当に。かばおうとしないで、いいの、本当に。本当は優等生。不良ごっこはよそでやりな。バカじゃねえの。優等生は優等生らしくしてりゃいいんだよ。このアイコン的にやつは進んでるってことなのかな。何言ってんの。謝りな。姉さんについての後悔。レイチェルのせいじゃない。ないな、やっぱ言葉が。姉さん。はあ。姉さんをいじめてさあせんした。でも、あのにやけた面を見ると。このアイコンは。もう結構。レイチェル。お！クラスメートをかばおうとする気持ちはわかるが、嘘は認められない。わかるね。俺うまくいってんじゃないの、これ。はい、先生。劇には予定通りに参加していい。うまくいってる。いじめやがって。感謝しろよ、親父。そして、クロエ。私は君を定額にしようと考えていた。秋には復学の機会を与えるつもりでな。で、今は？が。君は退学だ。厳しいなぁ。え、そんな。ロッカーを片付けてもらおう。スキップが来るまで校長室の前で待っていなさい。デビッドの前のね、スキップ。退学ってそんな簡単になっちゃうもんなの？ごきげんよう。プライスさん、アンバーさん。多分私立でしょ、ここ。まあ、私立だからこそなのかなぁ。クロエ行くよ。悲しい。おばさん的には悲しい。もうなんか、どっちを取ればいいかわかんないなぁ。退学にならない道もあったってことかなぁ。これで舐めた口、いいんだ。おじはんが、廃品置き場ね。ああ。親父が言ったらもうブチ切れようかな、俺。そういえば、自己紹介もまだでしたね。ジョイスです。ブライスさん。ローズとジェームズです。こんな形でお会いするとは。ええ、残念です。本当、なんて言えばいいか。そろそろ行かなくては。失礼。ああ、でもなんかいらんことは言わなかったな。退学か。ごめんな、ジョイスおばさん。ママ、早く済ませて、駐車場に来な。クロエ、外まで送れってさ。見送りはあんただけか、スキップ。くそ、ムカつく連中だ。いや、KB になるやつ、いい人説。ああ。その、なんだ。本当に残念だよ。ありがとう。寂しくなる。ああ。やっぱ物語始まった時は退学してたんだな。せっかく来たんだから回収しとこう。まあ葉っぱもやってるしな。退学は仕方ないですね。これはいっぱいあるな。とりあえずノート、落書きしてんな。わあ、捨てた。教科書か。捨てた。お、待って、すげえ可愛い猫ちゃんの写真ある。これは持って帰らざるを得ないな。これは持って帰らざるを得ない。宿題。もうこれは捨てていいね。えい、ぽい。これ絶対捨てるよ。イェーイ。嫌だろうな、ロッカーの次の人もさ、こんな落書きだらけだったら、落書き見る。もっといろいろ書くつもりだったけど、まあ、いっか。ふっ。ファック。ん？署名するってある。これ多分、実績解除だな。もっと書きましょう。
なんだろう、歴代のロッカーの持ち主が書いてんのかな。そんな感じするな。エリー、あ、でも実績解除ならんかったな。ほいぽい、はい。捨てとるなーって思って見てんだろうな。ん？こっちのロッカーは？学校は嫌いだけど、隣のロッカーがジャスティンだったのは不幸中の幸いだ。なんで不幸中の幸いなの？油性ペンの守護者よ。これまでよく使えてくれた。落書きのね。じゃあ国語の教科書捨てると。あの裏になんかありそうだな、あの雑誌の。雑誌じゃなかった、チラシか。ぽい、裏にあんじゃない薬が。お、見る。あった、これで任務完了だ。これはなんだ、貼り付けてあんのか、それとも裏側になんかあんのか。ぽい、あ、なんか奥側になんかありそうだな。見られないように。まあ、最悪見られても大丈夫そうだ。これが葉っぱ、なんだこれ。あ、ジャスティンの野郎。お、グロエ、よう、隠してたやつ借りたぜ。どうしても必要でさ、来週絶対返すからな、ジャスティン。薬がどうしても必要ってどういうことなんだよ。なんか葉巻みたいな感じなのかな。こんなところ大嫌いだ。床から天井まで落書きしてやりたいけど、スキップがいるし。お怒りです。出る前にトイレ。いいだろう。いいけど早くしてくれよ。落書きタイムかなこれ。怒りの落書きタイム。まあでもビクトリアが劇の主役をやることにならなくてまだ良かったかなって感じはします。わあ、最後落書きして退学すんのか。なんか難しいな、何がいいかちょっと分かんないね。どうせ退学になった説はもちろんあるし、やっぱ大元のストーリーはやっぱ途中じゃ変わんないと思うんで、どうせ退学になった説はあるし、まあ、演技はどうなんだろうな。退学にならなかったとしたらそっちのルートもありだったかもしんないけど、どうなんだろうねこれは。まあウェルズ校長のやってることは確かに横暴感ももちろんありますが、まあ、間違いなくね、クロエは退学させた方がいいですね。それだけは間違いない。あ、悪いな。エピソード2、素晴らしき新世界。秘密基地、あの廃工場で秘密基地を作るお話なのかな。これはやりたい放題。やりたい放題ですね。退学になるから、どうせ退学になるからいっか。あばばばばば、急がなきゃ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 、キャーッ。やっぱってやっぱってなったの。でもこういったものにロックを感じたりとか、案外芸術を感じたりとか、ビクトリアしそうな感じはあるけどね。こっからどうなんだろうね。例の廃工場にまず行くのかな。ごめんよ、ごめんよお父さんお母さん、できない娘で。なんだあのゴリラは。あ、あいつが待ってくれてんのか。クロエのこと好きなね。じゃあスキップ。あ、バンドマンとして一花咲かせろよ。怒られんだろうな。デイビッドが来てる。最悪。怒られんだろうな。あ、校長にやられたね。超最悪だった。あんたはクソヤバすぎ。そっちこそ。でもマジでいいんだ。昨日楽しかったから。まあでも、あの学校にずっといてもねみたいなとこは確かにあるはあるんだよな。
おお、めちゃめちゃ森林局速報まずいですねこれ。まあでもこの火事が最悪バレなかったってことでよかったね。これバレたらもう退学なんか即退学だもんな。あ、みんなにこういうの送ったりもしてんだね。エリオット、こいつは彼氏もどきですね。テンペストの後どっか行かないか、もうテンペストにも参加できないかもしれないんだ。またなのクロエ、どうして。クロエ、これ以上困らせないで、ママも頑張ってるのにごめんよ。長押しで早く移動する。確かいたよね。あ、こいつが待ってくれてんだよ、道路のくぼみ。エリオット、エリオット、土曜の朝に学校にいるってことは何かあったな。何かあったんです。退学になった。はあ、マジかよ。ああ、まあ今更って感じだよ。だからお前とは付き合えないんだよ。ハグしようか。ああ、ハグしとくか。でもまあクロエはね、マックスちゃんという相手がいますからね。まあでも、ああ、最後だぞ。思い出だぞ、思い出。ウォーレンにも俺思い出を作ってあげたからね。もう最後の思い出を作ってあげよう。ちょっと遠そうだな。ありがとう。難しそうだな。レイチェルも呼ばれたのか。うん。どうせ向こうはお咎めなしだろ。お咎めなしにしたんだけどな。でもかばおうとしてくれた。はあ。で、何してんの。チケットを早めに買いに来たんだけど、テンペストのさ、一緒に行けるかもって。え、ああ、そっか。なる。劇の後、何かしようってメール見た。見ました。何かしよう。劇の後ね、行けたらな、劇はやめとく、ごめん無理。これもう全部ダメだよ。これ行けたらなはもう関西では行かないからね。うん、考えとくよとかさ、行けたら行くって俺言った時も絶対行かないもんね。ああ、行けたら行くよ。約束はできないけど、行けたら行くよ。うん、全然いいよ、行けたらで。行けたらね。そろそろ行かなきゃ。じゃないとママがヒゲ野郎をけしかけてくる。ママの彼氏のこと、まあ、気にすんな。じゃあな。ああ、またな。一つの恋が終わってしまったんだね。なんだあのスマホの持ち方。何、なんかあれかな、音ゲーでもしてんのかな。音ゲーでもしてる感じのあれだね、スマホの持ち方ですね。怒られに来たよ。もう我慢できん。あー、メルトやめて。あー、ウィー、すんません。クロエ、お母さんと話したんだが。後でいいだろ。後でいいだろ、これ以上喧嘩は耐えらんない。では誰が耐えればいいんだ、お母さんか。話す必要なんかない、特に鬼軍曹とはね。もうほっとけよ。ああ、もう母親にそんな口を聞くんじゃない。聞いたらなんで、私のママだ。デイビッドと仲良くなんとかしていきたいな。言いたいことがあるならママから直接聞く。お前はどうせ一切聞く耳を持たないだろう。お前がいちいち噛みつかずにきちんと俺の話を聞いていれば少しは学べるものを。せやな。何よ、無職になる方法、それとも軍人。軍人なら家族と未来を何よりも大切にする。だがお前は学校を追い出されたろくでなしだ。クロエ、これで奨学金はなくなったんだよ。せっかくのチャンスを。ダイナーで働きたくはないだろ。ダイナの何が悪い、友達を助けたかった。友達を助けたかったって言い方かなりいい感じなんじゃないかな。まあなら仕方ない。軍人としても友を大事にすることは
お前の言うことも分かったみたいな、3人家族で仲良くしようみたいなね展開になればいいなと。友達が困ってた。友達、レイチェルのことかい？ケンジの娘に助けはいらないだろ。まあね、あっちはなんとかなるからな。助けが必要なのは私の方だよ。平和な家を取り戻させてくれ。とにかく今はそうそう、みんなお互いに歩み寄ろうじゃないか。そうそう、一歩一歩、一歩ずつでいいから歩み寄れば。ジョイスは俺にとって大事な人なんだ。うん、この先お前が態度を改めてくれるというならば。あー、ジーンとする。昨日のことはなかったことにしてやってもいい。言い方が悪いこいつ。なんだい昨日のことって。俺への暴言、悪態、他にもいろいろ言い出したらキリがない。だが謝るなら一からやり直しにしよう。謝るって選択肢来い。そうだな、よし。そうだな、いいよいいよ、未来が変わった。分かってくれたか。もうやめろ、変なことすんなよお前。いいか、これからは俺がジョイスを支える。クロエ、お前がこれ以上道を踏み外さないようにな。いいよいいよ、この展開いいよ。目黒いよ。ママ。クロエ、ママ、ポケットの中身を全部出しなさい。車の上に並べるんだ。え、なんかやばいもん持ってる？なんでだよ。やり直す前にはっきりとさせる必要がある。薬か。やましいものがないならすぐに出せるはずだろう。いや、でもさ、薬だってジャスティンに取られてるよね。ないよ薬。突っ込んでろよ。出す出す。ママがこんな。もうポケット裏返しにする。裏返しにします。ごめんよ、でもデイビッドが。ジョイス、疑ってるってことだな。私たちでこうするしかないって決めたんだ。教育の場ですな。クロエ、グズグズするな。え、ないんじゃない今。ジャスティン、ナイスナイス、ジャスティン、ナス、ナイスティン。さあ出そう。ないよね。過去もないし、今切らしてるし、一番初めにあれか、お金をパクって、あのライブ会場でお金をパクって、でフランクから買ってたら薬を持ってたのかもしんない。よし、行け。わかったよ、出せばいいんだろ。行け、クロエ、ポケットの中ぶちまけてやれ。おい、マジック、落書き用のマジック、トランプ、タバコ、ライター、あー、もらった、キャンディーもらった。こんなとこまで、あれなんだ、ちゃんとできてんだ。あの、遊びでやったやつね。で、さっきの猫ちゃんの写真、ポケットいっぱい入ってんな。スマホ、家の鍵、おだけ。あ、でも嬉しいんじゃない？人のことを根拠もなく疑うなんてマジ最低だな。でも退学になったばかりなのに随分な態度だ。でも持ってるしな、こいつ言って。クロエ、ごめんよ、許してくれ。やってるけどな。いや、許そう許そう、ママは許すけどじゃない、もうみんな許す許す。もういいよ、あいつのせいでどうかして。全てを許そう。でも全部あんたのことを思ってやってるんだ。バカな息子を愛そう。ジョイス、謝ってはダメだ。調子に乗らせるだけだぞ。一応謝っとけよ、デビッドも。いい加減にして。これからは全員態度を改めるのよ。そうそう、全部やり直しましょう。そうそう、新しい暮らしをデビッドも一歩この3人で作っていくんだ。まあ、クロよりデビッドの方がさすがに大人ではあるけど。話し合った結果、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。ああ、嫌だろうな。いきなりは嫌だろうな。ふざけんな。クロエ、いろいろありすぎて、もう私一人じゃ無理なんだよ。俺がいれば、しっかりと家事を取ることができる。クロエ、あんたの気持ちを聞かせて。おお。まあ、いやー、反発するだろうな、お父さんのことも。ちょっと早すぎんだよね。私はダメな娘だ。ママは努力してくれた。これどういう、この選択肢はどういう、まあでも重要な選択肢ではないっぽいけど、どうなんだろうな。まあまあ努力してくれた、うん、まあまあママを認める形に。ママが頑張ってるのは分かってる。私がもっと辛くさせてることも。
でもこれはあんまりだ。もうこうするしかないんだ、クロエ。おばさんももう自分をね、辛く辛いさもあるし。ママが私よりデイビッドを選ぶなんて。どっちも選んでんだよ。まあでもね、これぐらいの年の子だと。絶対ないと思ってたのに。どっちを選ぶとかじゃない。3人で一緒に家庭を築くんだ。あまり悲観するな。これでお前もやっと落ち着いた家庭で暮らすことができるんだ。すぐ肩に手を寄せるな、デイビッド。まあまあ仕方ないか。うん、これでこれはいい流れだと思う。諦めよう。ここは気持ちわかるよ。さすがにパパが死んでから早すぎる説はちょっとありますけど、下手したら1年経ってないみたいな感じの可能性もあるからな。わかんないけど。おい、私に家はない、こいつがいる限り。あー、まあそうなっちゃうか。クロエ、すぐ肩を。頭を冷やしたら帰ってくるだろう。どうしたのってどうしたのって。まあでもなんだろう、ちょっと仲良くなった選択肢を選べたような気がしたので、これが今後なんかね、影響を与えればいいなっていう感じではありますね。こっから次廃工場じゃない、あとでね。レイチェルと会うと言った。誰、クロエかビクトリアとかに見えんだけど。人生のどん底に落ちるとどっちが上かすら分かんなくなる。タバコって吸っていいのかな、二十歳じゃないのかな、それとも海外のアメリカは別に、まあもう吸っていい年なのかな。タバコとかマジで一本も、人生で一本も吸ったことないんだけど。お遊びでも吸ったことないですね。親が吸ってたからね、なんか別に俺は吸わなくていいかなみたいな。なんか周り吸ってても別に嫌じゃないな、そんなに。もう慣れっこっていうかね。残すところはこのゴミ山だけか。秘密基地で生活するみたいな感じなのかな。このバット振り回した時滑ってたな。クロエ、次うまくいくと俺思い込んでたんだけど、まあ、俺の最悪の選択ミスが悪かったのかもしんないけどね。ここにある車は本当にお父さんの車なのかな。カニの看板があるよ。暇なんやろな。おい、あ、なんだこれ、ドライバーだ。ドライバーは関係ない。あ、これってさ、クロエが乗ってた車かな、本編で。なんか車、ボロい車乗ってたよな。もしかしてこれを直すのかな。おお、ジェイソンっていうバッテリー。ジェイソンに言わなくてもバッテリーだけど、これを別のバッテリーに変えたり。ボロボロだけど、これならなんとか直せるかもしれない。すげえな。まずは新しいバッテリーを入れないと。やるべきこと、とりあえずこの辺を探してみるか。よくあれだな。すぐに書いたな。忘れるわけないじゃん、そんなこと。書く必要ないでしょ。まあまあごめんよ。私は娘に帰ってきてほしい。クロエ、デイビッドのことは置いておいて、ママの気持ちを考えられない。しばらく一人にさせて。あ、言ってる。私、あいつはクズだ。私も持ち物を調べるのは、で、持ってなくてよかったな、本当に。持ってる可能性だってあったわけだから。見る。壊すのはもういいや、今は。やっぱパパの車なんだこれ。ここにはいたくない。まあ嫌な思い出がね。バッテリーってことはど
かの、どっかの車の、あれかな、に入っているバッテリーを拝借するっていうことかな。マネキンの頭、看板。どっかにあるか？こういうところにあるってことだよね。あ、ありそう。ボンネット。開ける。恥ずかしがらずに見せてみなって。開かない。バッテリーだけじゃないよな、多分交換するもの。ラッチ。引く。何それ。おーし、オッケー。開いた開いた。バッテリーあるかい？使えそうなもんって普通取ってるよね。これは？イエーイ。手に書いたんだな。この掘り出し物。イエーイ。わあ、ジェイソンやってるみたいじゃん。修理1だろうな。いやでも案外こういう修理とか得意なのかな。よしよし、これでいいのか。バッテリー、じゃああとガソリンじゃないの。すげえな。うわ危ねえ。あー、これジェイソン来ちゃうよ、これ。ジェイソン来ちゃいますよ、バチバチは。危ないですよ。よしよし、のどかだ。すげえのどかだ。クロエってさ、本編でバイトとか何もしてなかったけどさ、ずっとこっからマックスが来てちょっとするまで、もうただ厄介者ってだけなのかな。バイトとかそういうのも一切しないのかな。お、すげえ！鍵かかる。よくかけられるな。くそ、私の愛情を拒みやがって。うん、バッテリーダメだったのか。とりあえず見た目をきれいにしてやるか。これ。これは何かで覆った方が良さそうだ。布的なものを持っていくのか。あ、穴開いてる。非常口があるのはいいけど、この穴は塞いだ方が良さそうだ。木の板かなんかか。あ、上も。別の電球をつければいいか。まあ、今から見つけんのか。この3つですね。ああ。でもやっぱ可愛いよね。少なくともマックスちゃんよりは多分美人だよね。多分レイチェルが一番の美人なんだろうけど。よし、お宝探しを続けるか。こっからは、あ、どうこれ、なんか入ってる。なんだよこれ。何これ、パクった。何これ、え、何これ。これを何すんの、これ何それ。パパの車から何か持ってったり。今のなんだよ。ん、お、登る。上になんかあんじゃない、うん、これなんかライトだったりすんのかな、うん、いけ、頑張れ。もっといい登り方あるだろう。闇でなまったか。おお、なんかこれか、立てかける。大抵近くになんかなんとかする方法があるからな。重いんだな。この年で早くもホームレスと化してしまったか。いけ。あ、いいねー、これは登れそうだねー。多分ここになんか塞ぐものとかがあるんじゃないかな。頑張れ頑張れ。劇とかの劇とかも見れたりすんのかな。うわ、え、どうした。
うわー、まだ燃えてるよ。一日経っても。あれがね、バレな、あ、お、落書きだ。あれがバレなくて本当よかったな。船乗りに何を伝えよう。もう宝の地図いいんじゃない？決めた。小さなや頃には宝の地図がだ。ラジカルな海賊。ラジカルってなんだろうね。今ずっと使ってるさ、あのマイクのね、マイクに俺がずっとね使ってる1200円のマイクがあるんですけど、充電前からずっと同じの使ってんだけど、そのマイクの上に風防っていうなんかね、あの丸いポフポフみたいなのをつけてるわけですよ。でそれピカチュウ元気でっていう実況した時に買った時に、そのマイクのその付属マイクについてたポフポフをこっちに移植して10年間ずっとつけてんだよね。でマイクは同じマイクを2代目3代目と使ってんだけど、そのね風防がついに破れてきてね、なんか超ボロくなっちゃってね。レイチェルがこの山火事を起こしたなんて。だからなんか破れてるから、若干なんか最近リップノイズ的なふっとかやった時とか、笑った時の声でかかった時のボフみたいなのがね割と入るようになっちゃったんですね。ここ登る意味なかったのかな、特にアイテムなかったのかな。まあ落書きできたからいいけど、うん、ボンネット落書きでしょ。キャビンは登っただけで、いえ、なかったんかい。なかったんかい。うい、探すか。ん、おもちゃのロボット。何おも、何コレクターみたいな。光をくれロボ電球。いいな、この見た目のロボット。ああ、来た。ああ、僕の電球を返せ、僕の電球を返せって。かわいそうに。こっちかな。よし、電球ゲット。本当にくっつくのか。ん、汚れただし。レイチェルはロスでモデルになるって言ってたけど、こういう意味じゃないよな。キャンディーと秘密の時間だって。まあ、この人もそんなつもりじゃなかったのかも。ごくりオンにする。つくんだな。あ、ここ秘密基地だ。新曲をお送りします。 Nothing Wrong。 お、あ、これだ、シートだ。あとは床に、これを破れたシートにかぶせるか。床の海賊いいね。この中にあるんじゃない。お、見る。これ以上山火事を大きくしてもな。あとはポスター、これは違うよな。このボルテックスクラブなら入ってもよかったな。本当だ、ボルテックスクラブ、モトレイパーティー、はみ出し物よって。いろんなボルテックスクラブがあるんだな。クリスマス用の電飾、ここだとクリスマスでさえ悲しく見える。ここにまだ入れないんだね。あと、じゃあ板どこにあんだろう。あった。喜べ、お前をフロアマットに任命する。いいよ。どこに入れてんだよ。完全に4次元ポケットだね。いろんなもの出てくるし、これ全部ポケット入るな。必要な3つ以外に謎の人形があるのが気になるな。この人形は一体何なんだろうね。よし、とりあえず一回置いてってみよう。まず錆びた床にフロアマット。乗った？あ、いいね、いいよ。穴が塞がったと言えるかしんないけど。で、海賊機、あれだね、森泉みたいな感じだね。 DIY 得意ネキ。あ、いいね。
あ、ここに歌詞ない。え、未来変わるのかい、これこんなので。いてもいいけど、曲は私が決めるからな。意味あんのこれ、何の意味があるんだろう。このこれによってなんか盛り上がったりすんのかな。これが置いてあることによってなんか前が見えなくなって事故が起きるみたいなないだろうな。あ、やば。こんな時のためにすぐに充電できるものを用意してるわけですよ。ちょっと待ってね。オン。で、よし。USB ですぐに充電できるっていうのはいいことだな。直す。レッド。青いね。青色に光るじゃないのあれ。あのランプ的に。どう？錆びたショッピングカートみたい。きっと走り方も。今後走ることがあればの話だけど。でも走ったら最高だ。これ走ってたよね、多分この車が。あ、リッチルか、それともジョイスおばさんか。もしもし。よ、フランクだ。ああフランク、どうした。いや、お前がどうしてるか気になって。退学になりました。嘘だバカ、話したいことがある。どっかで会えるか。話って。なんだ、薬か。プライス。町の北の廃品置き場にいる。廃品置き場、そりゃいい、すぐ行く。ああ、で、フランク、電話壊した方がいい？何かやばいこと？電話壊した方がいいってなんだ。話ってやばいことじゃないよね。これ以上ね、やばいこと巻き込まないで。心当たりがあんのか。あんたには何もしてないはず。後で会おう。まあなんか悪くない声色だったね、一応。レイチェルとできてるってのはもうできてんのかな、この時点で。それとも今からなのかね。絶対すげえ一仕事の後の一服だ。絶対めっちゃ汚い虫とかいるよ、こんなところにずっとあったの。絶対嫌なね、虫が。クラクション鳴らしてみる。ふい。鳴らさんのかい。あ、鳴らしてる。まあ、特に意味のあるものではなかった。お、録画機ある。はい。第一印象は大事だよな。ほら。かっこいいな。なんかいちいちなんかおしゃれだよね。なんか憧れる、なんかアメリカドラマの感じ。これで泥棒も少しはビビるだろう。落書きするだけでもなんかおしゃれ。ご機嫌な車。揺らす。あ、ブヨヨヨヨヨってなのかな。ピザもフォークとナイフで食うの。やめてください。やっぱり変なやつだな。うーん、じゃあタバコ吸いますか。これがラストかな。タバコ大丈夫なのかな。18歳。まあでも怒らなかったもんね、一応フランクも。まあタバコぐらいでごちゃごちゃ言わないでだけかもしんないけど、薬が題材に上がってる時だからね。いちいちおしゃれです。まだ燃えてんだよこの山火事ね。だってなんか事故で起こったっていう感じじゃなくてさ、レイチェルが思いっきり火の灯ってるさ、あの金網みたいなやつをバーンって蹴って燃えたから、もう放火だもんね。とんでもないよね。これ割と懲役15年ぐらいワンチャンあるかもしんないよね。執行猶予下手したら被害的につかないというか、下手したら人死んでる可能性もあるしね。昼間はなんかキャンプ場みたいな感じだったしね。
あ、眠りに落ちましたね。フランクが来るのか、レイチェルが来るのか。未来を変えることはできるんだろうか。うわー、暗いな。もう怖いもん、こんな。あ、何？え、ね、ああ、足か。ずっと寝てたのか。なんか動いてない？うん、どうなってんだ。チョイスプライス You are about。 え、何、夢の中かこれ。やばい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 、やっぱトラウマだ。あ？あ？夢かなこれ。なんだこの鳥。誰？お父さんか？また。またトラウマを抱えてる感じなのかな？これ。ああ、やっぱそうだ。ウィリアムだ。パパ？何してんの、パパ。嫌なキャンプファイヤーしてる。鳥と一緒に。マシュマロ焼いてる。パパ。お枝、取る。私もマシュマロ。こんなに何回も夢見るってことはマジでトラウマなんだな。火を見る。パパ、話すか。パパ。ここで何してるの？おお、鳥にカラスにマシュマロ食わしてる。狂気なんだけど。他なんか見れない？ん？おお、マシュマロ食えるじゃん。パパ、私の分のマシュマロ用意してくれてたんだね。くれてたんだね。言えてないけど。まあね、クロエももちろん不良で暴走して、まあ、そこも悪くて悪いところはもちろんあると思うんですよ。うん、当然悪いところもめちゃめちゃあると思うんですけど、まあこうやってなんかね、グレちゃう理由ももちろんあるし、お父さん死んで、最愛のね、好きだったお父さんが死んで、もともとこの子はいい子だったわけだから、汚い言葉遣いが本当に嫌いって言ってたぐらいいい子だって、そっからね変わっちゃったわけだから、もともと悪だったわけじゃないんだよね、クロエは。やっぱ悲しい境遇、そしてお母さんがね、自分の嫌いな人とね、目を離せない、結婚して、しかも、うん、トラウマ冷めやまぬうちにね。クロエだって火は好きなんだろう。火好きじゃないっす、怖いっす。山火事も好きで起こしたわけじゃないっす。むしろ魅了されて、その危うさに気づいていない。パパ何の話してるんですか。パパ何の話してるんですか。火は暗闇と似て目をくらませる。だが暗闇には何もない、空っぽだ。パパ何言ってるかちょっと分かんないっす。火には何があるの。美だよ。パパなんか危ないっす。娘に変なこと教えないでください。お、すげえ。パパはマジシャン。だが時にはそれにも勝る美があるんだ。お、日よりも。ああ、星空。すごい。日は嫉妬深い。美を独り占めしたいんだ。だから気をつけろ。何に気をつけるの。おー、やけどだよ。いやー、娘をこれ以上、わあ、つつくんじゃないお前。娘をこれ以上苦しめないでくれ。こんなトラウマもね、トラウマになって、大きなトラウマになってるわけですよ。で、本編だとね、死んじゃう運命なんですよ。かわいそうだよね、クロエね。運命的に何があったとしても死んじゃう運命なんだよね。クロエを救うためには数千人の町の人々を救わなきゃ、犠牲にしなきゃいけないってことなんですよ。もうちょっとで火傷もんだったな。
お、レイチェルが先に来たっぽいな。寝た箱は危ないって教わらなかった？火事になるよ。ここで、そこでやる。お前の車じゃないの？で、私は乗せてくれないの？もちろんだ。あんたみたいな怪しい人は大歓迎だ。オフコース。ありがとう。ああ、完全に友達になった感じするね。あ、家出してきてる。この大きな、いやでもそういうわけじゃないのか。だって今から劇があるんだもんね。劇出なかったらもう退学になった意味ないもんね。家には帰らないつもりなのかな。雨つゆしのげないよここ。へえ、ずいぶん頑張ったじゃん。大したことない、ガラクタを集めただけ。その人形がポイントです。うん、海賊旗？クールな青いライト？ロボットの心臓です。ダークだね。やりすぎ？いや、完璧。クロエ、すごいよ。脱出用の車を見つけてくれたなんて。そうなるといいな、このね、町から脱出と。そうなるといいけど、まだ動かないんだよな。きっと直せるよ。車を直してる間にお金も貯めなきゃね、買い物用に。はいはい、車と金ね。他に欲しいものは？時間ならあるよ。そうだな、学校もないし。校長のやつマジでひどかったよね。まあ目の敵にはされてたな。本当に退学にするなんて。まあ遅かれ早かれこうなってたよ。俺もそうは思う。学校にとって損失だよ。私のことかばってくれてすごく嬉しかった。いや、そっちだってかばってくれたじゃん。失敗したけどね、嘘だってバレちゃった。校長は信じたくなかっただけかも。でも私たちが本当にやったことはバレなかった。やばいことになってるね。それは不幸中の幸いだったな。私たち、そうだよ。おい、私の記憶が正しければ放火魔はそっちなんだけど、マジで一体何考えてたんだ。イラついてて公園ごと燃やすつもりはなかったよ。そう、公園燃えたんだよな。クロエも宝女より共犯者の方が箔がつくって。やめろ。ケンジの娘とは思えない発言だ。いいよ、共犯で。デイビッドのクソ野郎と住むくらいなら刑務所に行った方がマシかな。あいつうちに引っ越すってさ。それって最悪じゃん。いいやつなんだよ、いい男なんだよ。カウンセリングが必要だね、二人とも。まあね、この二人は病んでますな。はい、クロエからね、悩みを話してごらん。おお、この子なんかトーク、言葉遊びがすごい好きだよね。あ、いい、なんかいいな。先生、じゃあ家事のこと。みんなが憧れる子と友達になったんだけど、昨日とんでもないことをやらかした。どうしたらいい？とんでもないんですよ。そのおそらくとんでもない美人であろう友達は新たな出会いに刺激されたのでしょう。やめろ。お友達は、その美人のお友達は教えてくれる相手が欲しかったのです。美人をつけるんじゃない。望遠鏡の壊し方を、好きに生きる方法を。だってその子は気を使うことに疲れていたから。そういう感じか。そういうとこもあったのか。わかるな。自由に生きるものになんか憧れるみたいなあるもんね。お姫様とかがね、抑圧された感じ。アリーナ姫とかそんな感じですよね。じゃあデイビッド、ママと付き合ってるヒゲ野郎がいて、そいつが引っ越してくるって言ってる。どうしたらいい？うん、
難しいですね。できることはないかもしれない。じゃあ何のための相談だよ。引っ越しは止められなくても反撃できないわけじゃない。戦いはこれから。反撃しなくていいですよ。なる。敵には新しいあだ名が必要だ。何がいい？クソ親父、ハゲ親父、ダメ親父。こん中で俺どれ嫌かな。ダメ親父一番嫌だな。なんか本当にダメ感あるもんね。クソ親父はクソ、その親父に就職してるクソはさ、口癖だけな感じがするし、けどダメ親父はマジでダメそうだしな。ハゲ親父ハゲてねえもんな、別に。デイビッドは角刈りなだけだからね。クソ親父でお願いします。クソ親父っていいよ。クソで親父で親父ずらしてくるし、ぴったりだ。いいね。じゃあさ、おいやめろ。タコ親父はどう？なんでタコ親父？毎晩ママに吸い付いてるから。嫌なこと言うな、嫌なこと言うな。そのままくっついて離れなくなるかも。嫌なこと言うな。これのどこがカウンセリング？これはショック療法って言ってね、賛否があるの。ブラックウェル、学校から追い出されたけどどうしたらいいかよくわからない。怒りや喪失感とどう向き合うか。違うよ、溢れる喜びをどうやって表すか。ふーん、ちょっとあっさり受け入れすぎじゃない？さあね、順応性が高いってことだろ。それクロエを表すには一番適さない言葉だね。参ったな。なんか意外とすっきりしたよ。ありがとう。カウンセリングは成功したみたいです。クロエの心理を探るいい機会だったよ。逆バージョンにあんの。じゃあ交代。アルカディアベイ一の人出なしを父親に持つのはどんな気分？最悪。きつすぎ。ごめん、私空気読むの苦手で。ううん、ただなんだろう、もともと好きだったんだもんな、パパのこと尊敬しててね。何か他の話しない？そこはダメなんだろうな。なんかあれだね、クロイも大変だね。そのなんちゅうだろうな、クロイは何言われてもまあなんだろうね、そこまで爆発することはなさそうだけどさ、レイチェルに対して。なんかレイチェルはね、本当感触持っててね、急にクロイすらもなんかね、気だりになっちゃったりしそうだからね、言葉を間違えると危ないですね。じゃあ校長、悪口から始まります。ウェルズ校長って家では何してんのかな。私はクマのぬいぐるみをたくさん並べて一つ一つにネクタイをつけさせてると思う。かわいい。意味わかんない。わかんないか。だとしたらかわいいんだけどね。のどかに時間が流れていきます。演技ばかりしてると望まれている自分を演じていると、そのうち本当の自分を失うことってあると思う？レイチェルは違うだろ。私じゃなくて、パパはどこにも存在してない。校長室で見たでしょ、何もかもが芝居。私の人生まで全部嘘なんじゃないかって気がしてくる。でもあれがパパなの、私もああなっちゃうの。そうはさせないよ。本当のレイチェルを受け入れてくれて、必要な時は叱ってくれる人がいればいいんだよ。そんな人がいたら教えて。やばい、劇の時間だ。ドラマは現実で十分なのに。頑張れよ。本番前の役者に頑張れって演技が悪い。頑張れって言って何が悪いんだよ。足を折れって言うの。バカみたい。ねえ、よかったらさ、劇が終わった後何かしない？二人だけで。なんかやばいこと？
もちろん。男にも誘われてんだぞこっちは。乗った。あー男行けたら行くがまさに本当になってしまった。行けたら行くかっこいかない。あげる。え、逃亡生活用の救援物資。ありがとう。じゃあね、クロエ。なんか着替えとか食べ物入ってんのかな、カロリーメイトとか。この演技をさせない、自分を演技してるってレイチェル言ってたけど、その演技せずに疲れずに入れるそのさ人間ってのがさクロエなのかなって思うんだけど、それがフランクだったりするんだろうね。雰囲気あるね。どうなんだろう、フランクと付き合ってんだもんな、付き合うんだもんね、多分今から付き合うんだよな。しかもそれはクロエが知る由がない場所で付き合ってるわけだよ。それ結構悲しいよな。言ったって別にいいわけじゃん。ちょっとクロエはフランクのことを好き説が少しあるけど。レイチェルのバッグを開けてみるか。おお、マイキー。あ、退学になったって辛いね。ああ、校長相手に1出してしまった。うまいだろ。ステフがクロエのことオタクって言ってる。ステフがクロエのこと。なんで？なんでオタクって言ってんの？あ、レイチェル。はい。ああ。廃品置き場に行くねっていうメールか。ここが秘密基地なんだよな、二人の。いっぱいありますね。はいっと。本当はこれはあれなのかな、この廃品を、廃品置き場のところの、なんか詰め所みたいな感じなのかな、作業所みたいな。まあ必要か。まあ服はあった方がいいよ。着てみよう。せっかく廃品置き場のボロ小屋に来たんだから、それなりのおしゃれしないとな。クロー、ん？タロットタワーか。ボーナスアウトフィット、ボーナスアウトフィット、これダウンロードコンテンツってことかな。なんか初期版だから買った時についてたのかもしんない。これにしてみる。クラシッククロエ。ああ、クロエの元の服。これはようわかんないから、元の服着てみましょうか。せっかくだしね。髪の色も青くならんかな。おいおい、カメラマン、ちゃんと仕事しろよな。おほほほ、これぞクロエって格好してますね。なんかやっぱ髪の色あれが良かったかもしんないな。あの髪の色にこの服は合う感じがする。じゃあこの服はレイチェルにもらったものっていう感じだったのかもしんないな。お、フランク、そっか、フランク来んだもんな。あ、うーす、配信置き場に着いたらしいよ。出る。あー、ついてるついてる。ポンプキンみたいな。あ、レイチェルのパパといた女だ。あららら、なんか変なの、異常に儚さを感じる女ね。よう、フランク、入れずにまみれ、クロエだ。薬を扱ってんのかな。合言葉とか知らないんだけど。合言葉は薬。おう、ライス、さっさと入れ。クロエ・プライスです。なんか襲われそうでやだな。あいつもあのさっきのパパの彼氏も、パパの彼氏っていうかレイチェルのパパの彼氏も薬をやっていると。臭すぎだろ。うるせえ。何したらこんなことになんだ。ちょっとな、奥の部屋にノートがある、取ってきてくれ。さっきの女。おいおい、ああたくんだよ。おい、進めるな。いいから早くノートを取ってこい。おい、進めんじゃねえよ。ブランクのバシリとは私も落ちたもんだ。あ、でも走ってる、いいな。漏れた建物メモ。フランク、ごめん。書いたとき、あんたの車だって知らなくて。保護者の許可も取らず、子供に飴を配っていいと思ってるの。ナンバーをアルカディアベイに通報しました。
どういうことだろう。使う。嘘。フランクが子犬？ああ、飼育アドバイス。何これ。犬好きですからね。レイチェルのカウンセリングが必要だな。リーチ。これなんだろう。どういうことだろうな。工場燃えたんだ。懸命、もう最悪だ。フランク、工場に戻ってみたが後悔した。絶対に許さねえ。全部焼けて犬の死体だらけ。もうそのことしか考えられねえ。犬が死んで1万ドルがパー。おまけに繁殖に入るはずの金もなしだ。 RF たちは切れるだろうな。どうやったら俺の評判を落とさず切り抜けられる。今はまともに頭が働かねえ。とにかく火事を起こしてやろうと使う。火事を、犬がじゃあめっちゃ死んでるってことか。このデイムはその犬高すぎだろ。これやばいよな。フランク、犬は気に入ったか。気に入ったろう。あいつは特別なんだ。カリーの客が欲しがってたか。そんな3000ドルいらねえ。こいつはダチのフランクにやるんだって言ってやった。マジだぜ。3000ドルってことは300万？え、30万？やばいな。お前がこれまでしてくれたことは3000ドル以上の価値がある。犬は友人からもらったものだな。ポンプキーみたいな。このどっかにあんのかな。お、落書き。仕事よし。やりたい方だよ。なんだそのもみじの化け物は。欲しいものリスト、欲しいものリスト公開するタイプかな。お、ノート。では遠慮なく。ような真似すんじゃ。あぶねえ、薬じゃねえか。俺は取らねえぞ薬は。あぶねえあぶねえ。トイ、薬には手出さないって決めたから。え、あれ薬か。なんか枕の。ああ、おっと、落ち着けて。この頃まだちっちゃいんだね。ポンピドゥ、落ち着い。え、じゃあこの後結構時間経つのかな。ポンピドゥ、暴れん坊め。これが3000ドルのワンちゃん、かわいい。エリオット、行けたら行くよ。行けたら行くよ。全然平気。申し訳ないな。フランクのナイフ。これもフランクの商売道具なのか。取れないのかな。なんか危ないもの持ってない方がいいよな。これってやっぱそういうこと。くそ。あ、こんなにツケがあるのかよ。ステラ、クロエ。クロエは175ドル。ジャクソン、他のやつらはステラ以外は返してるな。あ、ドリュー、ドリューも買ってますよ。しかも大量に買ってますよ。1050ドル分。そろそろフランクの話を聞くか。うーす、落書きもできたし行くか。はい、これだろ。座りな。ポンピドゥか。なんというかいかつい名前だね。フランス語だ。意味は？意味はタフガイとかそういうの。フランス語なんかわかんねえよ。わかんないのにつけたの。どこに連れて行こうとしてんの？さっきの女。あ、それ大事、それ大事だよ。女？さっき車から出てきた人。ああ、あいつの名前はてめえの知ったこっちゃねえ。教えてよ。あ、これは大事だぞ。レイチェルのために聞き出さないと。フランクを説得するんだ。なんだよ、言葉ね。聞いてみただけだ。前半の言葉大事。俺の口はそんなに軽くねえ。口はそんなに軽くねえ。口が裂けても口が裂いてる。私が誰も信用しないの知ってるだろ。進んだってことなんだろうな。誰も言わないって。あの丸は。いい加減にしろプライス。
客の信用を失ったら商売上がったりだ。客の信用を上がったら客は神様。夢で見たく、え、なんか夢で見た雲の後に下の線がついてる。これ何、これ、こないだ大きな雲が間違えてる感じする。間違えてる感じする。お前もか。あ、何、私ら似てんだよ。通じるところがある。何これ、どういうこと、はい、なんで女のことを嗅ぎ回る。女のことを嗅ぎ回る。女の匂い、ゴシップの匂い。女の匂いかな。タイはないよ。あ、進まなかった。あ、もっと知りたいだけだって。どうだ、ねえ、彼女いんの。どうだろうな。フランク、話してくれたらうちのママに特別メニュー作らせるよ。そうだよ。例えば、激辛チリビーンズは、ま、任せろ。さっきの女はやったー、セラって名前だ。よしよしよし。何週間か前に現れたんだが、すでにいろいろと面倒ごとを起こしてる。セラちゃん、セラさん、お前には関係ない。面倒ごとってどういうこと。もういいだろ、話すんじゃなかった。教えてよ。教えてくれてありがとう。はいはい。工場の感じは仲いいんだな、今んとこは。ああそんな噂は聞いた。火事の元凶って聞いたらブチ切れるだろうな。あそこはデーモンの島なんだが、一晩で大金がパーだ。怒られんだろうな。大金って、大金って、いろいろ商売をやってたんだ。俺も少し手伝ってた。ずいぶんともったいぶるね。あいつヘドが出る商売を始めやがって。あ、犬のやつかな。最近は俺の言うことも聞かなくなった。とにかくお前には話がある。山火事の犯人でバレてるとかないよ。ないだろうな。は、ああ、金だよ、つけの。ああ、それか。そんなもんはどうでもいい。あ、レイチェルのことが好きだから持ってんのか。もう少し待ってください。 あと1週間くれよ。今は手持ちがない。1週間後も手持ちねえよ。もっとマシな言い訳はないのか。レイチェルのことが好きだ、好きだからかな、これ。ノートの最後のページを見ろ。ドリューってガキの名前があるだろ。おう。知ってるか。知ってます。ドリューノース。ああ、だって。ブランドンね。なんだこれ。すげえ金額。千円と超えた。デイモンの役をドリューがアメフト部の連中に売ったんだ。え、マジでか。儲かんのか。それなりにな。ドリューには合計1000ドル貸しがあるが、電話に出ねえ。何か知らねえか。あいつと話しな。あいつはただのバカ。あんなバカ信用しちゃダメだろ。あいつはバカじゃない。こんなことは初めてだ。ほう、まあいい。今からブラックウェルに行く。ドリューの部屋から金を見つけて俺に渡せ。これいいな。全然レイチェルのことじゃないし、家事のことでもないし。報酬はいいよ。でも報酬がないと。帳消しかな。バカか、ツケがあんだろ。じゃあやったらチャラでいい。なんなら色もつけて。おお、金の 10% だ。え、じゃあ100ドル、1万円。1万円か。うん、やるよ。1万円微妙だな。1万円で泥棒っていうか半泥棒でしょ。ちょっと面倒かも。私学校で問題起こして今朝退学になったんだ。そりゃめでたいな。入れんのかな。それでも俺が行くよりマシだ。まあね、もしできねえなら。入ってたらね。100ドル分夢に近づける。金を手に入れてトラックを直せばこの街を出ていける。レイチェルと二人で。まあでもツケもあるから3万円分ぐらいな感じか。決まりだ。仕事もないしね。ってことは寮に入るのかな。ってかなんでドリューは返さないんだ。モグラ、モグラくん
さあ、ここで劇とかももしかしたら見れるのかもしれませんね。帰ってきました。夕方ぐらいかな。朝多分呼び出されて、夕方さらにまた帰ってきた。校長に見つかるとまずいよ。懐かしくはないか。まあ、やるだけやってみるかね。クロエのこと好きなあいつを利用するしかないじゃない。キープアウト。さっさと寮に入ろう。さっさと入った方がいいのかな。学校に戻ったよ。校庭に学園のテントが入っ立ってる。クロエは何してる？私も学校にいる。終わったらじゃあ劇は見れそうだな。あ、あんたのパパといた女が売人の車から出てくるとこ見た。嘘。あちこちでトラブルを起こしてるらしい。名前はセラみたい。レイチェル？ごめん。まあ、確かに知らぬがいいみたいなとこあるかもしんないな。あとでな。なるほど。確かに名前を知ってしまうとなんか、完璧に意識してしまうというか。あ、用務員のおっさんだ。トーテムポスター読みのおっさん？あ、エヴァンか。ほい、何してんの？しお、エヴァンもカメラなんだな。ここで何してるんだ？君は家でおとなしくこれまでの数々の愚行を反省したらどうだ？てかエヴァンって誰だ？私の愚行なんか関係ないだろう。先生か。才能を無駄にする人は嫌いだ。エヴァン今私を褒めたのか。いいやつじゃん。おい、でも今のエヴァンはすげえバカっぽい。からかってみようかな。あのさ、エヴァン、素敵なポージング中悪いけど、多分生徒っぽいな。その鳥こっちからも見えるだろう。このショットはね、こっちからじゃないとダメなんだ。最近いい声だな。自分のことが少し分かってきてね。何かに夢中になるのはそれにこだわる価値があるからだ。例えば僕は山火事の予防についてみんなに知ってもらいたい。予防どころか。随分変わった情熱だな。どいつもこいつも自分のことしか考えていない。ありとあらゆる責任を他人に押し付けているんだ。だから火事が起きた。家事は別なんですよね。おっしゃる通りです。全くその通り。エヴァン頑張れ。あんたはこの町のヒーローだ。対象は違えど君ならわかるはずだよ。なぜなら君はこだわるべき価値を知っている。いいことだ。さてもう帰った方がいいよ。怒られるぜ。まあ、でもいいやつっぽいな。言うてなんかクロエのことを認めてはくれてる人っぽくはあるな。ステフ行った。また TRPG やろうよ、ステフ。ん？脚本家なんだっけ？レイ。ステフ。なんだ、クロエじゃん。シャバにいて驚いた？校長に気をつけろって言ったじゃん。せっかくメールしてあげたのに。私なんだか損した気分だよ。悪かったな。でも昨日はサボって正解だった。レイチェル・アンバーと一緒に楽しんだみたいだね。うん、まあな。で、何しに来たの？まあテンペストを見にでいいかな。テンペストを見ようかと思って。嘘、クロエが？だよな。別に興味ないんだけど、しょぼかったらそれはそれでウケるし。私が舞台監督なんだけど。ああ、そうだったっけ。すいません。悪い。本当だよ。劇はいい感じだよ。見る価値ある。楽しみだ。レイチェルは最高だし、他のみんなも頑張ってる。いつもとは違う顔が見れるから
特に男子。男子、気になるじゃん。例えばヘイデンはムカつくけど、王冠をかぶると本当に王子に見えるの。姉さんのキャリバンにもすごい深みがある。姉さんの深みねえ、まあそのうまくいくといいな。じゃあまた後で。 あのさ聞きたいことがあるんだ。何？レイチェルに告りたいんだけど。え？二人って付き合ってるの？ええ告る？あ、でも言ってたかも、うん、確かに。これってレイチェルのっていうか二人のプライベートなことになるのかもしれないけど。書いてあったかもな。ステフってなんか女が好きって。ちょっとどうしよう。レイチェルはフリー、よくわかんない。うちらが付き合ってる？まあレイチェル、あ、どうなんだろうな。これどう選べばいいんだろう。まあでもこれはそこまで影響を与えないはずなので、まあどうしよう。レイチェルフリーだよ。あの子は。ああ、でかい選択肢になってる。本当だよ。ポポーンって一回時止まった感じになるやつじゃなかったのに、選択肢。また後で。まあでも告るシーンはちょっと見たいですからね。なるほど、こういう感じになることもあると。ここが男子寮だっけ。あれ違うな。男子寮どこだ。あそこなのかな。ここから入る感じですかね。大丈夫か。寮の玄関、女子寮じゃなかったここ。鍵かかってやがる。こうなったらピッキングを極めるか、誰かの鍵をもらうしかない。他にだってな、こいつの鍵すれないかな。だって男子寮でしょ。スプリンクラー見る。ブラックウェルではいつも水を大切にしません。取れないかな。学校にいちゃダメだろ。こいつじゃないか。どっかに他の。ドリューの部屋はこっちじゃない。どっかに他のやつがまだいる？あ、ちょっと待って、あそこ空いてる。ここに多分まだ。あ！間違いないね。あった。今取ったらバレる。サミュエルが調べてるのはスプリンクラーか。スプリンクラーを動かしてその間に何かするのかな。見る。スプリンクラーに何か起きたらサミュエルが調べに来るはず。でもエヴァンが邪魔だ。エヴァンをまず動かさなきゃいけない。あの鳥全然動かないな。餌をあげてんだろうな。話す。学校にいちゃダメだろ。おい、うるー、鳥全然いなくならん。ちょっと怒るだろうな。なんでこっちに来るんだよ。あっちに行けっつーの。エヴァン怒るだろうな。もう一回やりますよ僕は。ウィーああ戻る。やり直しだ。そうか、驚かせる。こっちから驚かせると向こうに行くんだね。よしエヴァンも大変だね。そうするとスプリンクラーを。目の前なのにエヴァンが邪魔。すぐチクりそうだしな。こっから、あ、近い。ウェイ。あ、いい。あ、これはこれでいい写真撮れんじゃない。完璧。あ、よい。エヴァンのお眼鏡にかなったね。よしよし。後ろから蹴りたいな。蹴りたい背中だなあれ。でスプリンクラー動かしたらサミュエルがやってきますと。誰も見てないぞ。ういー。オッケー。
あとはサミエルがスプリンクラーを。そういうこと。サミエル大変だな。もう絶対あいつが犯人じゃん。絶対あいつが犯人でしょ。目撃されてんじゃん。かわいそうなおっちゃんやん。幸の薄そうな感じだもんね。よし、これで俺は鍵を奪える。いい、こんにちは。ごめんサミュエル。これなくしたってなったらマジで怒られるっしょ。しかも全部取ったもんね。さて、ドリューの部屋を探すか。そっか、ドリューの寮の人の鍵までついてるってことかな。ここは綺麗な白いドア。あ、でもイエーイ、実績解除。サミュエルかわいそう。帰ってきたら懲りないリス。もうサミュエル、これも消さなきゃいけないんでしょう。あ、リスの木彫りを作ってたのか。それぞれの人の鍵まで入ってた。そんなうまくないな。でもまあパッと書いたにしたらうまいか。森の仲間たち。よし、じゃあ今回はこれぐらいにしておきますか。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回こうチャプター2終わらせる感じで、やっていきたいなと思っておりますと。あ、増えたね。まだでも2人出てないな。多分だけど、あの白の白いお姉さんなんだっけ、セラさんか、ともう他のキャラクターがもう一人重要人物が出てくるのかなとは思うんですが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。よければ高評価ボタン押しててね。デトルトさーん。